はい、酒好きな、新潟人の飲酒動画始めていきたいと思います。今回はね、ハイボール、サントリーのトリスハイボールの、ね、限定のラムネ味が出てたんで買いました。アルコール度数が 5%、原材料名がウイスキーと糖類と香料と酸味料と炭酸ガス。なかなか珍しいですね。なんでラムネなんだろう。ハイボールでラムネ味ってちょっとよくわからないんですけど、ハイボールのレモン味っていうのはまあわからんでもないけど、なぜラムネになったという感じはしますけどね。なんだこれ、なんかキャンペーンが剥げない。まあなんかいろいろね、このトリスハイボールシリーズはなんかいろいろ味があった気がするんだよな。シリアルナンバー。まあこんなのいらねえ。こういうの当たった試しね。それじゃあ、いただきまーす。乾杯。ん？あ、すげえ。ラムネ味ってか、これラムネじゃねえか、完全に。なんだこれ。ラムネ味っていうか、ラムネじゃん。あ、でも一応黄色だからあれなんだ。ん？ちょっと待てよ。これウイスキー入ってんだよな。あ、ウイスキー入ってるね。ウイスキー入ってんだけど、どう見てもこれラムネなんだけど。あ、もう完璧にラムネだわ。もう味が。これラムネのチューハイですわ、これ。なんかウイスキー感が全くない。トリス、ラムネ。これどう見てもラムネじゃん。ラムネしか、てかウイスキーじゃねえぞ、これ。トリスハイボールラムネ味感、夏季限定だって。もう冬なんだけど。なんで売ってたし、これ。賞味期限が2015年の5月だから。あ、でもこれは一応賞味期限は切れてない。なぜかスーパーにね、なんか変、まあなんか、スーパーに売ってたな、普通にな。完璧にラムネだ。あ、やっぱ夏あたり、ぽいですね。発売時期が2014年の6月24日って書いてあるから。やっぱある程度夏限定っぽいな、これ。夏限定っぽいですね。あ、なんかエリア限定トリスハイボール缶。三日日みかん。12月9日北、東海、東海北陸限定発売。ご好評につき、東海北陸エリア限定だって。へー。こんなん見たことないですね。あと、九州限定の、鹿児島ボンタンっていうのも出てるみたいです。で、あと、瀬戸内限定の、香川キウイだって。ふえ。見たことね。んでね。あと、柚子味。
あと、コーラ味。ああ。これはなんか見たことある気がする。ゆずもなんか見たことある気もするけど。買ってなかった。あれ？トリスハイボールにも 9% のやつあるんだ。キリッと濃いめ。角瓶の濃いめと同じく 9%。へぇ。あれ、俺まだ飲んでないよね。キリッと濃いめって。角瓶のやつしか飲んでないよね。確かに。へぇ。もう完璧にこれはラムネですね。もういわゆる、中身こんな見ないで、こう普通に缶のまんま飲んでたら、もう完璧にラムネ。で、器に開けて初めて、あ、これウイスキー入ってんだって。ウイスキーの味何にもしねえんだけど。もう味ももうラムネ。しかも甘いし。思いっきり甘いんで、もうラムネなんですよ、これ。もう結構砂糖入ってるみたいで、もうだいぶ甘いんで、ラムネの味し、とまんまラムネですね。もう味も甘さもラムネだし。うん。これラムネです。一体ウイスキーとは何だったのか。夏といえばハイボールキャンペーンとかって書いてあるんだけどさ。シールみたいな。これもう今夏じゃないんだけど。もう春なんだけど。夏通り越して、冬も通り越して、もう春に近いんだけど。どうなってんだよ。シリアルナンバーで、結果がすぐにわかる。どこにアクセスすればいいんだろうね。わかんねえ。ああ、この定量ポーラーとかいいね。ああ。こういうの欲しいわ。角ハイボール反則キットご提供だって。お店を盛り上げ、売り上げ利益アップのために無料でお届けします。角瓶のポスターとか。定量ポーラーとか欲しいな。飲食店様限定だって。ですよね。ですよね。分かってました。まあでも角瓶はね、美味しいっていうか、亀甲グラスがかっこいい。亀甲ジョッキとかがかっこいいよね。まあ普通にラムネ味っていうことで
ラムネチューハイとして飲んでれば別に。うん。まあ、普通に美味しいは美味しいけど、ラムネチューハイだね。チューハイのラムネっていうよりは、ほとんどチューハイ感がないんで、ほとんどチューハイの雰囲気がない。ウイスキーをチューハイじゃねえや、ラムネで割ったというよりは、ほとんど酒の、いわゆるなんか、癖っていうか、アルコール臭とかが全然しないので、非常にラムネを普通に飲んでる感じですね。だからそこはまあ非常にいいんじゃないですか。今まで飲んできたラムネのチューハイとかって、やっぱりどうしても、ね、酒の、ね、アルコールの味がしてたんで、これは非常にいいんじゃないですかね。うん。まあ。結果として良かったという。うん。結果ね。結果としてね。ああ。結果としていい、美味しかったっていう。ただ、ウイスキーの味は一切しない。俺が、多分、あれなのかな。わかんないけど。一切しない。ウイスキーの味は一切しないというのは逆にすごい、潔い。2434です。ご視聴ありがとうございました。